きますか。いいねする側。うん。いやする側ちょっと。無党化野郎が突っ込んでくるから、あのサンドが結構無党化多いじゃん。町田多いよ。切れそう。しかもそういうやつに限って我が物顔で来んじゃん、うん、チャリの音を見てつってタイミングがいい。どうしようかな。ないわ。いや、まっすぐ行っちゃうか。いや、右曲がるかまっすぐ。いや、まっすぐの方がいいでしょ。右の方が渋滞するでしょ、駅前通ったら。うん、それはさすがにちょっと。虫の知らせ日なんかピリッときたから行ったらやっぱ売ってた。普通4000円ぐらいのが先月だ。いいパソコンの図工具も見てあげるよ。はい、かね、え、日本一。あ、あそこはあるよ。あるすごい。私中古買った。分かった。でも3階行かねえんだよな。もう地下1階と1階だけ行って、はい、帰ろうって感じ。一応見てくる？いや、別にいいよ。大丈夫？そうなんだよな、会があるかな。明日休みなんでしょ、うん、あれやったから。え？何？あ、ここは、わかんない、死ね。え？え、チャリが飛び出してきた。全然わかんない。休みなんでしょ。やらかしたから。あ、そうなんだ。そうだよ。あれ、これ多分内部だけかと思うんだけど、あの合わなかったんだって。売った金額、あの実際に売りさばいた金額とその入ったお金が全然合ってないから。横領されたんじゃない。そう、そういうこと。それの多分棚卸しというか確認するんじゃない。それ棚卸し大変だよ、うん、あんな数、うん、在庫確認でしょ、棚卸しで。そうだよね。で、うん、ドン・キホーテの棚卸しする並みの大変さだよ、うん、ダイソーも大変だと聞いたことある。でもハードオフのさ、あ、ブックオフのさ、あれってどうなんだろうな。本をなんかこの値段は売れませんってあるんだよ、うん、引き取らせてもらいますっていうのが売るの。それもなんか問題なんじゃないのって言ってる人って、うん、でも客としては引き取りますがどうしますかって言われて、ゴミになるんだったら邪魔だからお願いしますって渡したら別にいいんじゃない。それはもう権利ないから、そのもらったのを売ろうと思って違反じゃ、あの法律的に問題ないなら別にないんじゃない。だってそれ言ったら背取りもおかしな話になっちゃうじゃん。ただブックオフね、ちょっとひでえなってなってね。動きますって書いて訳ありなんだよ。で動かなかったのよ。それでいやこれ動かなかったって言ってくださいって言ったら、いや訳あり商品なんでとか言ってきたからさ、いやいや動きますって書いてありましたよ、それ動かなかったんですよって言ったら、やって売れたり。そうでしょって。せめて動きますって、あの未動作未確認、動作未確認だったらまだわかるじゃん、うん、あ、じゃあしょうがねえな、あの外れ口引きまったなってなる。動きますって書いてそれはねえだろって思うんですよ。要は起動させてなんかレディー状態ってわかる、うん、あの DVD のやつ買ったじゃん、 DVD プレイヤー、あれあれあれ、そうレディー状態になって、でそこからその後に再生とか録音とか録画かとかなるんだけど、そこのモードに入んなかったの、うん、そうずっとレディーになってたから、まあ、ハローって書いてあってずっとそのままだったから、おかしいっすよねって言ったら、まあ返品しといて返品してくれたけど、で翌日見たらまたさ動きますって書いてさ展示しちゃうのね。動きますってお前それもしかしてそのレディー状態のことで動きますって言ってんじゃねえだろうなと思って、ひでえ店だよと思って。
可能性あるよ。もうレディーになったから動きましたとか。それは通電のみ確認って言うんですよって言ったから。なんか怪しいからな。ハード。どうしたの？なんかあった？いやちょっと疑問だったから疑問の時は調べる。あの親近者だって両親関係ないみたいな。親近者だから祖父母とか、まあ、おじおば、ああおじおば死んでるよそれでにいる場合はなるって、うん、両親関係ないんだって、うん、おばそれでガンで死んでるもん、肝臓ガンで。だからその遺伝子って背負っちゃったんだよ。いやさ、それをもらっちゃったんだな。まあでも、やれることはやった方が。ありがとう、山田、山田ありがとうな。死んでもいいけど、その代わりじゃない。そう生命保険こっちに受け取りしてくんないと困る。そう大丈夫大丈夫、まだ生きるわ。まあ薬飲むから大丈夫、生きろ、お前は。とりあえず無医療に従って、もうこれ遺伝はしょうがないなと思ってる。やっぱそうなんだ、祖父母がでかんで死んでるからな、確かに肝臓がん。だから多分ね、その肝臓が何かって言ったら、その尿酸値が高くてそっからやられたんだと。やっぱ食べ物も気をつけた方がいいのもあるんですか。はい。さ、遺伝だからしょうがないって言って、あんた何でもかんでもって言ったら、それバカなの。いやいやいや、そうはしないけどさ。それは大丈夫。そうなるとお酒は適量にってことは、あんまりお酒も飲んでなって話だよね。飲んでねえよ、そんな。俺お酒そんな飲んでねえだろ。多少は飲むけど、飲むってもう本当にやるやつでしょ。一生瓶飲んじゃうとか。そこまで飲めねえ。もう一生瓶どころか一杯で限界だ。一杯でもちょっときついけど、スキットルでちょっとクイッて飲んで終わりな。そういう風になると、ちょっと生活習慣見直ししろって感じかな。早く寝ればいい。あと風呂入って、やっぱ1日2リットルの水だってでしょ。で運動、ストレスのない生活でしょ。あ、生活ストレスはね、まあ無理だと思ってる。仕事でママ合算してるからね、まあ、あいつよりかはマシだけど、今あいつはひどかった。なんか頭ごなしに言うからすごいですよ。言い訳してんじゃねえとか言ってくるからさ、なんだこの薬。薬をやめられるから努力した。